1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国、落語家立川志らのがお送りしております。本日はキュートの岡井千里さんがゲストで来てくださっております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。落語やりましたね、一緒にね。やりましたね。どうでしたか？あー、私今年一緊張したと思います。もう何回もこの番組で言っているんですけれども、はい、5月に青山円形劇場というところで、はい、キュートから矢島さんと、矢島真由美さんと鈴木愛理さんと岡井千里さん、この3人が、はい、私と一緒に落語をやるという、はい、まあ、事前に稽古をしたのは矢島さんでね、一席やってもらいましたけれども、岡井さんと愛理さんのお二人にはもうその場で即興でやってもらうという、はい、そういう感じでしたけど、はい、いやもう緊張して、はい、泣きそうになったのはあの時が初めて、なんかもう本当鼻がツンとしてきて。あ、そんなにでしたか。はい、本当なんかもう震え、心が震えてました。もう、おー、もうなんか本当緊張して、なんか今の、こうもう10年ハロープロジェクトにいて、はい、もうダンスが踊れないとか歌が歌えないとかがないんですよ、今、はいはい、だから緊張して、うん、こう、ステージ立つ前に、もうどうしようってなるってことが今ないんですよ。うん、だけど、うん、もうこう、今回こう、落語をやらせていただいて、うん、こう、ステージに立った時に、できないことをやるっていうのはもうわかるじゃないですか。うんうんうん、もう、それの緊張感が、うん、できないのにできないことをやるっていうのがもう、練習したいっていう気持ちが。あ、なるほどね。はい。ああ、すごいな。やっぱりその姿勢はすごいですよ。練習したいって言った、今の一言で、もう全部なんかすごく納得がいきました。あ、本当ですか？この人は素晴らしい人だっていうことが今、すごく納得がいきましたけどね。いや、でも、じゃあ今度稽古をしてやっていただくということで。あー、鶴のですか？いや、鶴じゃなくてもいいですよ。いやー。お母さんに会った話なんかあれば。そうですね、何か。この間、モーニング娘。9期10期でやりましたから。あら、それは大変でしたね。うん、大変でしたけど。はい、でもね、やっぱ、9期10期の方は自分たちのメンバーを、話の中に入れ込んだりなんかして、自分で話を作って、やったんですよ。はい、落語を教わった通りやるっていうんじゃなくてね、うん、うん、もう勝手に喋るという。でもそれはそれで形にする、はい、その体力とかなんかなんていうんだろう、その即興性というかね、それはすごいなと思いましたけど、はい、落語を聞いて落語をやろうっていう、その聞いたものをやろうっていう能力は圧倒的にお二人の方が高かったですね。ああ、その聞くっていうことは、聞いてそれをちゃんとやろうっていうこと、はい、うん。いやー、よかったです、それなら。うん、まだだって、それで、9期10期の方が上でしたって言われたら、ちょっと、今まで自分何していたんだろうと思う。いや、でも、9期10期はでも、9期の方が、まあ、こう、しっかりしてるじゃないですか、どちらかというと。うんうんうん、10期は大変だっただろうなって思うんですけど、ちょっと見たかったですね。記録用で多分撮ってると思いますね。はい、ぜひ見たい。特に佐藤正樹ちゃんの。佐藤さん、そうね。はい。もう、やだ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 っつって、できないできない、やだやだやだ。おい、北海道の野郎、早くやれの北海道、早くやれ。早くやれまったくつって。もうずっとからかってましたから、私。そうなんです。やだって言うから、こっちも、やだやだっつって、同じに合わせて、で、わーって、もう、佐藤さんが、やるリアクションを全部私が、わーって一緒にやってたんですよ。はい。そしたら、工藤さんが、まーちゃん、今バカにされてるんだよって冷静に突っ込む。工藤もそうなんですよ、もう冷静に。言うなよ、気がついてないんだから、そうなんですか。そんな話をしましたけどもね。いや、落語は、5年後にやらせていただきたい。あ、そうですか？いや、なんか、割と近いうちに、チームのマネージャーから話が行く可能性ありますよ。いや、全然挑戦することはやりたいんですけど、はい、うん、緊張するのが本当に嫌なんです。緊張を、なくすまで稽古すれば済む話じゃないですか。まあ確かにそうですね。うん、急に顔が変わった。はい、ね。そんなこと言っても無理ですよって言うかと思ったら案外顔がシャキッとなった今。はい。まあね、それは練習しないで、この前みたいに、あ、でも一回こうやっちゃってるから、ああいう感じなんだって分かってる中でやるなら大丈夫かもしれないです、ね。あ、なるほどね。それはそうです。うんうんうん。それは初めてで本当にどうしてか分かんないし、はい、座布団の上、に正座してお客さんを迎えた瞬間に多分頭が真っ白になると思うんですよ。はい。自分の状況と見慣れない空間っていうか、その状況を、はい、目の当たりすると、はい、初めてのことにわっていう。そうなんですよ。しかもファンの方もいつも以上に距離が近いし、ね、明るいし、360度ですもうどこ見ても客がいるぞっていうね。そうなんです。もう緊張しました。今年一緊張しました、うん、それこそ。あ、そうですか。はい。じゃあそれが2位になるようにもっと緊張する。やだ、もうそうやってどんどん。はい、もう緊張しました。岡井さんが、この番組来てくださったのは前回は11月で、はい、私の真打のトライアルの、はい、回のその後、前だったっけ、後だったか、後でしたね。後でした。
ありがとうございました。いろいろとね、本当その説は。いやいや、全然ありがとうございました。立川流の新進打の、になるきっかけの一つを、あなたが担ってるってことをもっと自覚してくださいよ。いや、全然だって私、別に何もしてないですもん。本当に。いや、それがすごいじゃないですか。いやいや。生きてるだけで何かの支えになるってこんなにいいことない、なくないですか？いや、なんか名言、名言いただいた今、生きてるだけでとか。いやー、でも本当にすごいなって、なんかこう目標に向かって、頑張ってる人見て自分も頑張んないとなって思いますね。いや、ありがたいですね。はい。それこそ、本当になんか、その時、なんかその、私がいたからみたいな感じのこと言ってくれた時、うん、なんか、あ、そういうふうに思いました。なんかこういうふうに思ってくれてる人もいるから頑張んなきゃなって。うんうん、はい。だから、私もそうなんですよ。だから、私も言ってるけど、私を見てそういうふうに思う人もいるかもしれないってなるじゃないですか。はい。そうするとまた、あ、そうかって、こう、お互いに影響し合って、いい影響をね、こう、与え合うって、あ、これがなんかこの職業やってる、この一番の快感なのかなっていうね。そうですね。それはなんかね、感じてますけどね。はい。うん。私ちょっと気になってるのが、ハローチャンネルで、5キロ痩せたいっておっしゃってましたけど、あれどうなりましたか？私、今年になって3、4キロ太ったんですよ。3、4キロ太って、あ、とうとう、ミケタになりましたか？何ですか？ミケタに乗りましたか？ミケタ。ミケタに。ミケタって何ですか？だから100キロ台に乗りましたか？あー、そうなんですよってなわけないじゃないですか。そんな、だって、これもし言ってたら、多分皆さんびっくりして入ってきた時、うん、椅子に座れないかもしれない。はい。3、4キロ太ったって軽く言っていい話なんですか、それは。でも私もう結構体重に関してはファンの人にも公開しちゃってるので、もう毎回軽量したらどうですか、ボクサーみたいに。軽量。ボクシングの人って体重制限あるじゃないですか。はい。だから体重乗ってそこの体重まで行ってないと試合に出れないとか、そういうの、公開でやるんですよ。はい。自分の体重をね。はい。うん、だからそれ、コンサート前に、だから今回は57キロまでに、以下じゃないとコンサート出れませんみたいにしといて、はいはい、体重計に乗ってからコンサート始まるってどうですか？ああ、そういうことですか。うん、いや、でも、私、もし個人ブログとかやらせていただくようなことが今後あったとしたら、うん、やりたいと思います。ダイエット、自分の体重を公開して、やりたいなと思いますね。うんうん、ああ、それ面白い。今までアイドルで体重をそうやって公開してやってる人なんかいないんじゃないの？本当ですか？わかんないけどね。でもなんかいなそうだよね。はい。だからやりたいって思うし、うん、あとは、こう、リアルタイムであげれるじゃないですか、うん、ブログって、うんうん。だから料理とか一緒に作れたらな、とか。ああ、そのダイエット用とか、その体気にしてるやつを、はい。そうです。だから一緒にこう、うんうんうん、ファンの人とか、なるほど、ね、ダイエットしてる人も、同じ料理とか作っていきましょうよっていう。それですげえご飯おかわりとかしてるのかしら。はい。すいません、もう一杯いただきますって。そのおかずはいいけど、ご飯の量が多いんじゃないのっていう。はい、そうですね。ということで、体重にまつわる話をたっぷりしていただいたところで、はい、じゃあ曲をね、一曲聞きたいんですけれども、今度のこの曲は、はい、どんな曲ですか？はい、そうですね、この曲は、うん、会いたい会いたい会いたいなのカップリングで、うんうん、初回限定版 A と通常カップリングの曲ですね。はい、うん、そうなんです、はい、で、愛理と、鈴木愛理と私のツインボーカルになってて、うん、こうハモリをやってるんですけど、一行の中で上に行ったり下になったり、こうどっちかが上とかどっちかが下って決まってないんですよ。あ、いや、そうなの？はい、なんかもうアドリブなの？アドリブっていうか、うん、こう決まってるか決まってるんですけど、普通ハモるときって上か下かでハモるんですよ。なるほど、そうか、入れ替わる、なるほど、ね、ゆずさんとかみたいな。わかりました、言ってることが。コップクロさんとか、うん、はい。だけど今回のこの曲はどっちかが上に、アイリが上に行って、うん、次は私が上に行くとか、もういろいろこうバラバラなんですよ、うん、一行によって、うんうん、だから本当に、うん、こう、練習、ファンの方とかが練習するときは大変なんじゃないかなって。本当にアイリバージョンとちさとバージョンを出した方がいいってくらい難しい感じの分け方になっているので。まあそこに注目して、ちょっと、聞いてみてください。わかりました。じゃあその曲をね、聞いてみたいと思いますので、曲紹介の方を一つよろしくお願いいたします。はい。キュートで、楽しくヘブン。1422ラジオ日本立川しがののサブカル天国エンディングの時間になりました。おかえさんありがとうございました。ありがとうございました。もうなんか喋りすぎましたね。そうですね、結構喋りましたね。エンディングの時間が短いんで、はい、告知の方を一つよろしくお願いいたします、はい、いっぱいありますからね、はい、いきます。はい、キュート19枚目のニューシングル、うん、会いたい会いたい会いたいなが、いよいよ9月5日リリースです。イエーイ。そしてアロハロ2キュート DVD&ブルーレイディスク、うん、アロハロキュート写真集2012が
発売中です。両方持ってます。イエイ。あ、もう持ってるんですか。ありがとうございます。そしてそして Q 等コンサートツアー2012春夏美しくてごめんね、うん、が、DVD& ブルーレイディスクで発売中です、うん、持ってる。お、ありがとうございます。そしてですね、Q 等の、うん、ライブが決定しました、ね、今年の11月からツアーが始まります。素晴らしいですね。皆さんぜひ遊びに来てください、うん、そしてですね、このサイトでキュートの全てがわかるキュートスペシャル大百科サイトが、ができました。これ私もね、知らなかったです。今日収録に来て初めて知ったんで、まだ見てないんですけど、これすごいんですよ。ね、すごいすごいってみんなが言ってて、はい、うん、もうキュートの全てがわかります、きっと。マジで、はい、体重も乗せないと。ほんそ、そうですね。はい、その時の。もうちょっとやめてくださいよ。はい、そしてもう一つ公開収録があるんですね。そうです、はい、ナッキーのラジオの公開収録が決定しました、うん、はいはい、クイーンズスクエア横浜アット15周年記念、うん、1422ラジオ日本岡井千里のキュートの時間、横浜で会いたい会いたい会いたいなースペシャル。今ちょっと違った気がしましたけど、皆さん岡井千里に会いに来てください。ですね、9月、うん、9日ですね、日曜日ですね、はい、午後4時からやりますのでね、はい、これキュートメンバー全員出るのでいいのかね、全員出るのかな。出るみたいです。うん、すごいですね、はい、で観覧無料になってますので。無料なんですよ、無料、詳しくは多分番組のホームページとかに載ってると思いますので、そちら見てください。よろしくお願いいたします、はい、ぜひ。本日の感想などもお待ちしております。あっさり申し上げます。メールの方はしらのアットマーク jorf.co.jp、 おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本立川しらののサブカル天国各係まで送ってください。よろしくお願いいたします。ということで、岡井さん来週もはい、おということなんですけれども、ちょっと始まる前にもね、このサブカルサブカルって前やってもらったんですけど、はい、それちょっとね今回は変えたいと思うんですけど、はい、やっぱり今日は何ですかね、体重、体重ですかね、3キロ、3キロ、じゃあ3キロ太ったにしますか。はい、わかりました。はい。本当に大丈夫です。いいですよ、全然。わかりました、はい。ということで本日の相手は私立川志らのと岡井千里でした。それではまた来週お目にかかりましょう。3キロ太った。本当に3キロですか。